やっほー。じゃ、前髪が。こんばんは。こんばんは。めっちゃやばいよね、前髪。もういいや。よいしょ。もういいや。調子悪い。めっちゃ違う。さっきまでさ、ツイートした後寝てた。ちょっとだけ見てた。ポンポンパウダーすれば治るね。ポンポンパウダーをしよう。でも右側めっちゃ浮いてんですけど、前髪。これマジで魔法の粉なんだって。でもなんかもう前髪が長い。髪の毛がやばい。うー、やっほー。こんばんは。はい、こんばんは。久しぶり、マジで本当に久しぶり。本当に久しぶりだよ。本当に久しぶりに、あれなんだけど、家でやるんだけど、何日ぶり？なんかもう5日ぶりぐらい、4日5日ぶりぐらいなんですよね、ここでショールームする。めっちゃ久々感ある。一人だと静か。うん、そうだよ。どっちも本当のあんだよ。ただいま。やっとだよ。よかった。でも上海無事に配信できて、今頃その話って感じ。全然そう、家帰れなくて。そう、魚がついてる、ピンクの魚。乗り切ったな。でまだまだですよ、これからですよ、これからです。だって明後日からリハじゃない、明後日からツアーだし、もうやばい。頑張んなきゃ。昨日は動画で面白かった。もう明後日からツアーなんですよね。ね、今月ちょっと本当にやばい。とりあえずアンはね、広島の握手会まで終わればちょっと落ち着くかな。アンはっていうか、まあアンはか、広島まだからツアー落ち着くまでかな。全体で言うとツアー落ち着くまでちょっとね、毎日ね、みんな何かしら結構あるんですよね。そうだから4月20が広島なんですけど、そうで、まあ4月20広島の子は広島あるし、4月21は北海道の子もあるしって、21だっけ、もう次の日ぐらいに多分北海道があるから、北海道終わるまではちょっとねバタバタって感じですね。まあでもね、大分行って上海行って福岡行ってっていうのがとりあえず終わって、これからちょっとツアーとか握手会って感じですね。まあリリース時期なのでね、結構地方に行ったり多いので、でもすごい楽しいんですよ。楽しいですよ、地方いっぱい行けるの。あのね、昨日帰ってきたんですけど、すごいもう昨日すごい夜遅く帰ってきたから、ショールームできない時間ぐらいだったから、もう家に帰ってきたのは。そうだから昨日は朝ショールームやってたんですけど、昨日ね、だから福岡空港で
飛行機乗る前にちょっと時間があったからね、ラーメン食べれたんですよ。博多ラーメン食べれてめっちゃ美味しくて、そうハッピーって感じでした。そうそう、なんていうとこだろう、わかんない、でも有名なところらしいですよ。お土産買ったよ、めんべいとかあれが、うん、通りもんも好きだから通りもんとかも買いました。シンシンじゃなかった、でもあん結構細麺が好きなんですよ、だからすっごいあん美味しかった。なんか広島はガバっていうお店があって、そこのお店すごい好きなんですけど、どこのお店なんだろう、それ何県のお店なんだろう、ちょっと分かんない、バリカタにしてない、普通にしちゃった、でもすっごい美味しかったから、そうラジオ周り来てくださってありがとうございます。うちさんガバは広島のお店か、そうガバのラーメンがすごい好きで、広島だったらそうそういう、そうだからでも昨日食べれてよかった、そうラジオは今夜です。そう、そうで今日はリハをしてきました、今日はリハとかしてた、そう今日はリハをしてました。うん、結局ドアロックされたマイカとひとみはなんかもうスタッフさんが下にロビーにいたから、スタッフさんに電話して、なんかスタッフさんとそこのホテルの方が来てくれて、鍵を持って来てくださって開けてくださった。そう今日は結構投資のレッスン、虹の元のパフォーマンスはもう見ましたよ、秘密です、何も言いませんけど、違う、なんか昨日の出来事なんですけど、これはひとみとマイカとアンがその昨日は福岡のホテルに泊まってて、で朝アンはショールームしてて、でなんかそのひとみが一回アンの部屋に来て、でその時ひとみはちゃんと自分のカードキーを持ってアンの部屋に来たんですよね。でその後ひとみがなんかマイちょっとまあ用事があったかマイカをアンの部屋に呼びに行って、でマイカがアンの部屋に来たんですよ。でその時にマイカが鍵を持って出なくて、しかも裸足で出てきちゃって、そうでまずマイカの部屋がもうはい入れなくなりましたってなって、やばーいってなるじゃないですか。そうそしたらやばいやばいってなって、まあでもとりあえずはショールーム中だから、なんか瞳でなんか瞳のルームキーで開かないかみたいな、開くわけないのになんか開いたらやばいだろって感じなんですけど、なんか瞳のルームキーを使ってマイカの部屋を開けさせようとしたんですよ、なぜかあの人たちは。そしたら多分逆にもうそのカードもエラーになっちゃったのか、なんか使えなくなっちゃって、で結局その後その瞳のカードキーでマイカの部屋もまあ当たり前に開かなくて、その後瞳が自分の部屋をもう一回カードキーってやったら開かなくなっちゃって、もうなんでだよってなってやばかった。で朝からバタバタ、自分の部屋も入れなくなってるってね、意外だよね、意外っていうかな、日曜どんな髪にする、日曜っていつ、何なんだ、大阪、
そう、あの時お姉ちゃんだったでしょ。そうで、なんかそのなんだっけ、その前日の日にひとみとマイカと3人でショールームしてる時に、なんかアンが長女でマイカが次女でひとみが三女なんだよっていう話をしてて、私がね次女を三女って呼んでたじゃないですか。そう、それでなんかでもなんかその後その次の日はあのリサも合流してお昼ご飯メンバーとスタッフさんで食べてたんですけど、その時にもなんかその話になって、あでは今日はアンが長女でリサが次女で三女がマイカで四女がひとみだからねってアンが言ってたんですよ。そしたらなんかみんながなんか全然なんか逆じゃないみたいな、アンナが四女でリサが三女でみたいな、次女がマイカで長女がひとみじゃないみたいになって、違うってねずっと言ってて、そう。でもなんか全然お姉さん扱いを誰もしてくれません。あ、日曜大阪のミニ握手会、大阪のミニ握手会はね何でもいいな、髪型全然決めてないでもツアーは私はあんまりこう髪の毛を上げたりしない予定なんで、全部3回とも。そう、なんかツアーはなんか不協和音とかがあるから、なんだろう、そう今んところ、うん、ツインテールとかには絶対私はしないです。ポニーテールもしないな、多分。変わり映えしないかも。ごめんね。編み込みはね、すると。編み込みはする。そう、おろしの何かだと思う。ストレートか巻きかとか、そこら辺だと。ハーフチームねしないと思う。ポニテねするよ、いつかはね。でもツアーではね多分しない。そうね、ノイミーちゃんの、そう最後の川名子ちゃんがあれされましたね、披露されましたね、披露公開されました。川名子ちゃんまさかの最年少っていうね、一番最年少っていうね、だから中学2年生か、キアラの1個下だから。そうそう、名前がね川名子ちゃん、川口夏音ちゃんと川名子夏美ちゃん似てるんだよね。そう、学業のね関係でちょっと出れなかったんですけど、そうね背が高いし、2005年とかね、マジでこないだすぎてやばい。でもすっごい大人っぽいし、めちゃめちゃ背が高いっていうね。そう本当にめっちゃ背高いし、そういい子ですよ。でもなんかキアラと渚より全然大人全然大人ですね。でもあんまそんな喋ったことがねない、そんなもちろん会ったことあるんですけどね、アンが見上げて話さないといけない。そう会ったことはねあります。別にねそんなノイミーちゃんとも会ってないんだよね。うん、そうピンティンジェルがねめっちゃバブいからね、バブだからね、大人っぽい子供じゃないからね、子供な子供だからねう
そう、10センチ以上大きいです。まあ12人揃ってね、そう、24人で頑張っていきます。私はバブくないですよ。よかった、598日達成。上海で途切れなくてマジでよかった。ヒヤヒヤしてたんだよ、本当に本当に大変だった上海。今日のプク顔、服装大人になる気ないなる気ない。先におめでとう言っとくね。ありがとう、みほちゃんか。そうだって、行く前みんながさ、上海舐めちゃらいけんやみたいなめっちゃ言うからさ、怖かったんだよ。でもね、今日めっちゃ寝過ごしそうやった。いや寝過ごさんけど、今日さっきめっちゃ寝ちゃってた。やばかった。でも大丈夫だった、起きれた。でもこれからね、ちょっとまた朝配信になっちゃう時があるかもしれないから頑張んなきゃ。朝はマスク配信かもしれないな。何話そうと思ったんだっけ、忘れちゃったよ。でもね、意外に朝からファンの方来てくれるからね、ありがたいです。コメントいっぱいしてくれるからコラボカフェ、コラボカフェもねあるよ。あ、タピオカなんですよね。タピオカ、どっちもタピオカ。そうで、ご飯の方、スイーツかの方は揚げもみじとアイスがあります。サナの書類も始まった。そう、食べてね、絶対美味しいからね。揚げもみじすごい楽しみ、どんな感じになるんだろうっていう。そう、揚げもみじなんですよ。そう、タピオカをえ、揚げもみじは知らなかったですよね皆さんね。コラボね、何の名前変わるんか、私かな、わかんないんだよそれが。なんか聞いた気がするなそう、春といえばタピオカ。なんで揚げもみじにしたの。え、なんか普通に好きな食べ物とかなんか全部アンケートでめっちゃ書いたんですよ。そしたらなんか揚げもみじになってた、いつの間にか感じです。そう、年から年中タピオカでございます。揚げたもみじ型のまんじゅう名前変えるかも。あ、そうなの。でもあの名前私がつけたんじゃないんだ、正直言えばなんかタピちゃんの方はアンがつけたんですけど、そう、そう、あの名前、そう、私ね、名付けてないんだよね。名前ダメなのかな、わかんないけど。
タピちゃんはタピちゃんだから。なんか名前は自由で、なんかもともと仮でついてたやつがあったんですよ。そうで、なんか変えても変えなくてもいいって言われてて、でタピオカの方は変えてタピちゃんにしたんですけど、まあでもこっちはまあ分かりやすい名前だからもういっかと思ってそのままにして、そうそうそう、だからちょっとよく分かんないんですよね。あんなお子様ランチじゃないわそう、なんかイオミリラーメンとか、なんか2人ずつのメンバーもいたり、あでもアンとショウコだけかな、1人ずつのやつかな、分かんないけど、は1人なんですよ。だから食べてね、みんな食べてね、食べてね、みんなよろしくお願いいたします。予約したって早い、ありがとう。でもすごいね、めっちゃ今回めっちゃ美味しそうよ。いつもでもね結構美味しいんですよね、だから楽しみなんですよ、ね、今回も美味しそう。広島でねコラボカフェできるように頑張んなきゃそうね、言葉に発しづらいメニューが違う、大丈夫だよ、あそこのあれはもうイコラブファンの方しかいないから、もう言っちゃえ言っちゃえ。せめて大阪でリアル確かに、ぜひコラボカフェでイコラブのファンの方の仲を深めてください。コラボカフェ行ってみて、いつか私たちもねお邪魔すると思います。いつかは分かりませんが、予定の空いてる時に。いつって分かんない分かんない、何も決まってないけど、いつとかは行けれる日、行けれる日、いつからだっけな、そうね、握手会の日とか、なんかイベントがあった日とかは結構ねファンの方が多いと思う。匂わせツイートした、でもね私前回匂わせツイートしたのに誰も気づかなかったから、もうしないとか言ってみる1週間ショールーム来れないの、みほちゃん行く前にはきっとツイートはしないと思うそれしないとは、もうしたことないよね、だって多分イコラブとか言ってするパターン分かんないよ。前回は縦読みツイートしたから、縦読みにはもうみんな敏感だろうから、どういうツイートしようかな、どういうツイートしようかな、縦読みはもうバレちゃう私の作戦が、だからどうしよう、考えとくわ。斜め読み何しようかな、わかんないけど、まあそしてですね、話は変わりますけど、今日のね、夜25時からはイコールラブ山本アナの真夜中ラボというね、私の初レギュラーというかメイン MC のラジオ番組がスタートします。イエーイイエーイ、ということでですね、今日25時からなので、まあ、真夜中テンションというか、まあまあ普通に真夜中にあるのでですね、ぜひ聞いてください。25時だから
1時、今日の夜1時からですね。そう、真夜中なんですけど、生放送じゃないです。収録はね、まあ、ちょっと真夜中気分で収録しておりますので。ぜひ聞いてください。で、ツイッターでハッシュタグなんだっけ、真夜中ラボとか、マヨラボ、カタカナでマヨラボとか、あの、そう、ツイートしてほしいんですよ。ちょっと待ってね。ハッシュタグマヨラボだ。マヨネーズみたい、マヨラーみたい。そうで、なんかこの真夜中ラボのツイッターの DM にぜひ、質問や相談、話してほしいテーマ、言ってほしいセリフや単語とか、何でもいいから DM で送ってください。ラジオネームも一緒に送ってくださいっていうことなので、何でもいいですよ。本当にアンだけじゃなくてイコラブに関してでもいいし、何でもいいのでぜひ送ってみてください。ラジオです。4月10日、明日か、明日の午前9時締め切りとなるそうなので、萌え台詞、それは分かりません。一人で話すっごい緊張してると思います。でもまあ徐々に慣れていけるように頑張ります。何でもいいから、選ばれるか選ばれないか分かんないけど、何でもいいから送ってみてください。そう、いっぱい送ってください。数打ち当たるっていうやつですよ。そう、たくさんの方からのメッセージ待ってます。でもやっぱりこういうラジオとかって、特にまあ私の MC で一人だし、なんだろう、本当にリスナーさんとのショールームと同じじゃないけど、ショールームの感じと一緒、なんだろう、ファンの方と一緒にリスナーさんと作っていくものだと思うので、ぜひ送ってください。FM 富士です。25時から30分です。メールとかはスタッフさんが選びますので、ぜひ。え、ラジオ全然ね、台本ね、読み仮名書いてなかったと思う。なんかもうね、自分が思ったように読んでいいって感じで言われてるからって感じです。ラジコで多分聞けるんじゃない、聞けないかな。ラジコ、でもね、まあ素の、結構素の山本って感じでもあります。聞けないのかな。ラジコのエアフリーで聞けるだって。 FM なんだろう、あ、聞けるんじゃない。
あ、だプレミアム会員にならないといけないってこと？プレミアム会員にならなきゃいけないかも。au は FM 聞ける。え、そうなの？あ、au なんだけど、どこで聞くの？どうやって聞くの？ラジコ？プレミアム会員の方結構多いですね。エリアフリア登録すれば聞けます。あ、じゃあ聞けるってこと？え、わかんないわかんない。プレミアム会員安いよ、だって。アンドロイドか。エリアフリー必要。え、どういうこと？エリアフリーはプレミアム会員有料だって。じゃあ何しましょう。プレミアム会員にならんと東京では危険らしいので、課金したいと思います。はい、じゃあ今から課金しよう。どうやって課金すんの？課金しようとか言っちゃってる。後でやれって話よね。多分山、え、FM 富士だから近くそこら辺じゃないとダメってこと？課金しなきゃダメってことじゃない？まあでもお財布にそうね、優しい課金ですね。レッツ課金。本人もね、課金しますよ。あ、でもゲームとか何も課金したことないんですよね。FM 富士、だから山梨付近とか、山梨じゃないと。月額350円らしいです。ラジコじゃなくて普通に電波拾えば聞けるけど、でもラジオの機械持ってないっすよ。そうね、でもイコラブはラジオ多いからプレミアム登録してます。ってありがたい。初課金記念日ですね今日。アンは課金したことマジでないんですよね。でもね、ラジコにはね、アンがおったよ。だから でもね、まあラジオいっぱい聞くことは勉強になるからね。LINE のスタンプも自分の携帯で課金したことはないですね、多分。おすすめのラジオ番組とかあったら教えてほしい。ぜひ、なんか私とかに合ってそうな、なんかアイドル、アイドルっていうか、なんかこんな感じの人間に合ってそうな、なんかやつ。やっぱアイドルさんが出てらっしゃるラジオ聞くのがいいのかね。MBS ラジオ聞こう、いっぱい。これを機に、そう、聞いていこうって思う。
よし、ということで今日は皆さん25時からぜひ聞いてください。ラジオ聞きながらいっぱい実況ツイートして、あ、みんなの実況ツイート見るから。みんなの実況ツイート見るんで、ハッシュタグ真夜中ラボとかマヨラボであれしてください。起きれるよね、頑張る、さすがに。でも25時からだから1時半だから、もう1時半にすぐ寝ればいいんだから、それまでにお風呂入って1時半に寝て、でも明日晩8時ぐらいに起きれば多分いいからいける。よし、山本は起きておきます。明日もお仕事です。ありがたい。もうね、明後日からもうツアーも、明後日どころじゃない、ほぼ明日レベルですよ。もう今日が終わっちゃうので、もうツアーなんですよ。名古屋からスタートするので、ぜひ皆さん遊びに来てくださいね。名古屋のツアーみんな待ってる。歌はちょっと遅め、起きるの。名古屋で待ってます。名古屋の方待っててね。そう、初披露ありますのでね、お楽しみにということで。明日の配信は夜ですね。虹の元のね、初披露があるので、毎日が楽しそう、憧れるみんなと一緒ですよ。広島から名古屋に遠征予定、ちゃんくまさんありがとうございます。チョロスケ無事だよ。待ってて侍さすらいさん、毎日楽しいって。楽しいか楽しくないかで聞かれたら楽しいですよ。わかんないけど楽しくない時もあるけど総括すれば楽しいんじゃないですか楽しくない日っていうか、別に楽しくない日っていうか、大変な時はもちろんあるし、辛い時もあるけど、まあ楽しいし、やりたいことを自分がやってるので、そうね、難しいけど、まあでも総括すればまあでもどんなお仕事やっててもそれは多分一緒だし、学生もね、働いてる方もみんな一緒じゃないんですかね、きっと。別にアイドルが他のお仕事と比べてもめっちゃ楽しいっていうよりかは、逆にめっちゃ辛いっていうよりかは、どっちもない、みんな一緒なんじゃないですか、それぞれじゃない。でもまあアンダーはやりたいことをお仕事としてやってるし、他の人間の方も他の人間の方も多分そう、同じ楽しい、自分がやりたいお職についてる方もいれば、まあちょっと自分のやりたい職じゃないけど頑張っている方もいるっていう感じなんじゃないですかね、この世の中他の人間の方も、はい。だからそれは私たちも全然表に立つ、一応表に立つ人間なので楽しそうにしてますよでも楽しいだけじゃやっていける世界ではないなっていうのはもちろん実感してます。
だから人間みんな同じですね。はい、大人やで。いやだから私は大人ですよ、21なんで。それは誰だってなえることなんてありますよ、人間だもの。そう、それが勉強なのかお仕事なのか人間関係なのか、それはいろいろ個人個人ですけどね。あんな正直に何でも言うよな。そうですか、言っちゃうタイプ人間すぎてダメですか。まあでも普通ですよ別に。アグーの置いた駅あるあるして生きてくれてありがとうございます。新潟行ったことないです。心に染みて涙出てきたって。そんな大したこと言ってない。あんをリサちゃん化してきてないですよ。でもあんはでもそんな、なんだろう、なんかそういう、そんな、なんだろう、こうなんだろう、でも他のこうキャプテンさんとかリーダーさんとか見てて、すごいこう、こうライブとかでもすごい素敵なことを言ってたり、心に染みることを言ってらっしゃるのとか聞いたりして、他のこう、まあキャプテンさんとかリーダーさんだけじゃなくていろんな方が、でも私は絶対そういうこと言えないから、そう、大したこと言えないんで私、名言とか大げさですよ皆さん。私なんか語彙力もないし、なんかそういうことあんま言えないけど、正直なことは結構ショールームでは結構言えちゃう人間なんで。うん、でもそんな、うん、そう、なんか私の言葉はそんな重くはないと思う、軽いかもしれないけどって感じかな。だから別に大した名言とかない。名言っていうか大した人の心を動かせるような言葉は言えないけど、まあ別にそれがあんなスタイルって感じですかね。そうだから、まあ結果頭がちょっと語彙力がないもんでね。そうなんですよ。そう、でもまあでもそんな、なんだろう、人間のっていうか、でも人のそんな心とか読むのとかそんな別に得意じゃないんで。そう、むしろイコラブに入ってからもう誰、もう何をみんなが考えてるかも分かんないですもん。うん、だからなんかもう人間それぞれすぎて、それぞれだなって思います。だからもう本当に、だからもういいんですよそれぞれで、多分。そうだからね、多分きっと今の時期だと分かんないけど、学生のこと、子とかだと、なんだろう、こうクラス替えとかあって多分落ち込んでる方とかいると思うし、まだクラスになれないって方とか多いと思うし、新しい新社会人の方だと仕事場がね、急に学校から仕事場になって辛い思いしてる方だっていっぱいいるだろうしね、それぞれ大変だと思うけどね。そういう時期だからさ、今4月は大変ですね。大変だ。みんな頑張ってくださいね。みんなね、なんか環境とか変わって体調崩したりしないように。全然深い話じゃない、浅い話してます。ぜひそういう時にイコラブの曲を聴いて乗り越えてください。あとイコラブの、じゃあこうお話で友達が皆さんに増えるように願っています。それぐらいイコラブがそういう存在になれるように願ってます。普段が浅すぎてって一言余計やわ。
あらはね、もうそんな